みんな喋ってるからね。イエーイ、ハローエブリバディね、ウェルカムキチキチね。外国の方も多いでしょうけどね、今日も楽しく一日これから始まりますけれどもね、見ておいしい食べておいしいキチキチオムライスね、どうぞ楽しんでください。よろしくでーす。キチキチオムライスと、4番、チキンとチーズカツレットマスター。はい、ご飯あと3分ぐらいでできます。7人前分をチキンライスね、一気に作っていきますね。そして皆さんの目の前でオムレツを作って割り落とすというふうな、ね、流れになっていますね。ね、まずはチキンライス、なのでチキンですね。カメラが回ってるからこんなんじゃないんです、いつもこんなんですね。発酵バターでね、ファーメンテッドバーダーでね、1人前約 10g 検討です、ね、それで2人前分、3人前分、ね、温かいご飯を入れますね。温かいご飯を入れることでスムーズにね、お野菜とご飯が混ざってくれますね。まあ、食べてるご飯だとね、時間もかかるし、なかなか混ざってくれないです、ね。はい、ビーフソースですね、お肉の味たっぷり入ってるソースです。チキンライスのクライマックスですね。チキンライスのクライマックスですよ。はい、これはまだ混ぜてるだけです。今からフライパンを振っていきます、ね、よいしょ、ね、まだですよ。はい、横向きいきましょうね。大きい声いきましょうね。よいしょ。それで米粒一粒一粒にソースが絡んでくれて、おいしいチキンライスが出来上がるね。はい、OK、はい、グッドです。はい、ではカッティングの方からいきます。いきますよ、オープンバーク。はい、卵の量はね、大きめサイズ3個分、これパンを置いてね、速やかに周りの卵をね、こそげ落として、そしてオムレツの形にします。これで中から半熟卵が出てきて、ひっついてくれますのでね、動かしながら火を通していきますね。これで周りは1枚の卵焼き、しかも薄い卵焼きね、フライパンの角っこを使うことによってオムレツに幅ができますね、高さができます。だからふわふわトロトロをキープしますね。そして乗せていきますが、ちゃんと転がってくれます。転がらないオムレツは美味しくないと僕は思っております。ではクライマックス、よろしいでしょうか。オムレツの真ん中を端から端ですね、きれいに押してくれます。そして見て美味しい、食べて美味しいキチキチオムライスね、デミグラスソースがかかって出来上がりです。ラストにかけるんですね。おーイエーイ、おーイエーイ、おーイエーイ、キチキチオムライス、オムライス。はい、トントントン、ドロリンチャー、はい、オムレツ中央回るね、シュンパーで、甘くて甘くてコクのあるデミグラスソースね、最初の一口から最後の一つまで美味しさが加速します。見て美味しい、食べてオムライスね、ラストにパセリがかかってファイングスペシャル、シュンパカー。はい、どうぞ。混ぜるだけでふわふわトロトロ。では左手前後、右手は回す。英語を使わなくていいのかな。お友達は英語圏かも、ね。はい、ミキスイン、ベリベルミキスイン、グッ。
ンドリズムね、トントントンコロリンチョリズムね、4回ですね。ね、これがトンか、トントントンコロリンチョね。ウェイティングウェイティングウェイ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 グッド、エンドリターン、ベリーソフトタッチリターン、ローリングします、コロ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 ね。インサイドイズベリーソフトね、ここがベリースムース。ではフロムナイトショータイム、ドントムーブストップリーズ、オッケー。ではショータイム、レディーコーナー、アンドーコーナーね、デミグラスソース、テイストイズビターアンドスイート、ね、キチキチオンバーベリーデリシャス、オーイエーイオーイエーイベリーフェイマースはいどうぞ、はい、ナイスのもちゅう、はい、ナイスのもちゅう、はい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 、キチキチ、一緒に言いましょうよ、声優、はい、キチキチはい、ナイスのもちゅう、はい、サンキューソーマーチ、おー、はい、サンキューソーマーチ、はい、ありがとうございます、はい、See you next time、バイ、ありがとうございます、しめじなし、そのうち一つがベジタブル。ちょっともう12分経過してるし、ちょっともうあかん。次の今オーラあのメニューもらえんのやったらすぐできます。ね、しめじオムライスメイキングスタートね、チキンライスなので。はい、で、見せ場が参加者あります。ね、最初の見せ場です。ファイヤーいきましょう。ファイヤーね。では、5、4、3、2、1。ファイヤー、すぐにはいかないよ、ファイヤー、すげえ、デミグラスソースね、ご要望がないかり、次にデミグラスソース、こちらの方は要望ありますね、こちらのビーフソースなので、こっちは使いません。こちら醤油クリームソースとケチャップでいきましょうね。はい、大丈夫ね。よいしょ。ね、おお。もうちょっと完成あげた方がいい。はい、そして醤油クリームソース。これがキチキチのオリジナルですね。これで味をね、濃さ立てます。そして三つ目の見せ所、これは片手でできますね。はい、高速回転ができます。高速回転。すげえ。すげえ。これ誰に。誰なんでしょう、はい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 、横向けも来ましたね、はい、これで OK、 はい、はい、こちらの方行きましょう、こちらの方は両手でしか無理ですね、はい、では行きましょう、3つ目の見せどころ、ね、フライパンの方、これは混ぜてるだけです、じゃあ今から振っていきますよ、振っていきます、はい、よいしょ、OK、 はい、横向けも行きましょうね、はい、では大きくから、ね、はい、飛ばないと上がらないですね、よいしょ、これで美味しくチキンライスの出来上がりですね、これでまずしめじ抜きます、ね、ではオープンします、いいですか、中はふわふわトロトロ、はい、では元の位置ですね、動かしながらね、こうね、火を通すことによって、均等に温度が伝わるんですね、表面はズロリンクとします、これはね、いい温度でしっかり混ぜてる証拠なんですよ、はい、では転がしますね、コロ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 ね、転がらないオムレツは美味しくない、ね、僕はそう思っております、はい、そして表面見てくださいね、本当にズロリンクとしますよね、はい、ではカッティング、クライマックス、よく切れる包丁で、ね、いいですか、はい、ではいきましょう、真ん中を端からね、端ですね、切ればをしてくれますね、そして甘くて濃くなると言いたいところですが、クリーミーなね、
醤油クリームソース、これがねいい仕事するんですよね。作れそうで作れないこの醤油クリームソースね、ちょっとした自慢です。そしてケチャップで、ケチャップをざっとかけるんじゃなしに、こうしてね、細いのをスーッと全体にかける方が僕は美味しいと思っておりますね。ちょっとおまけにハートをつけとこうね。でラストにバジルがかかってキチキチオムライス、オーリーオムライス、オーイエーオーイエーオーイエー。どうぞご賞味ください。ではこちらをください。ふわふわとろとなんでね。はい、ではカッティングしますね。はい、よく切れる包丁でオムレツの真ん中を端から端ですね、切れ刃をしていってます。そして、ね、デミグラスソースね、見た目しつこそう、実はあくさに僕と一緒です、ね、そしてパセリがかってカッティングスタイル、オーイエーオーイエー、キチキチオライスフライングスペシャル、シュンパガはい、食べてね。はい、どうぞ。はい、オープンさせていただきますね。3、2、1、パカーン、ね、はい、この表面はツルリンコ、英語で言うとスムースですか、ベリースムースね。では、フロムナウ、イッツアショータイム、ね、カッティングいきますよ。Are you ready? コーナー&コーナー、ね、Oh yeah! And
デミグラスソースね。テイストイズビター&スイーツね。苦くて甘くてコクのあるソース。ラッサにパセリがかかってキチキチオムライス。オーイエーオーイエーキチキチオムライス。はい、どうぞオムライスの卵がこうやってちゃんと割って、ここから入ってもね、あとでちゃんとこすの。ね、卵白と卵黄をしっかりと。これ、この卵もし泡立てようと思ったらね、僕昔やったことありますけども、1時間ずーっと焼き切りっぱなしでないと泡立てたら、ね、滑らかさが出ます。ね、これでしっかりとね、腰を潰して、そしてもう一度このシノアというのですね、これでこします。それで、さらに一体感。ね、卵の殻とか全部外れますね。一石二鳥です。っていう中にその卵を使ってますね。今日はワンケース、まあこれ 2L サイズ、ワンケース130個ぐらいですけども、中に。一瞬で終わった。はい。そうです。だからもう本当に塩しか入ってない。新規を入れてください。はい。楽しんでください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。カメラ、なかなかカメラ向かってなんか喋れない。やつや恥ずかしいですね。恥ずかしいっすわ。これが。これは小判型ですね。これギリギリ耐えますが、カットするしかないんですね、こういう場合。はい、そしてファイヤーいきましょう。これもね、実際にはしたらダメですね。すすが中に入るんで、本当はダメですよ。でもね、楽しいが一番、ね。ファイヤーいきましょう。アウトダウン、ファイト、3、2、1、ファイヤー。すぐにはいかないよ。すげえコロナ。ホーリー、マツタケ、味しめじね、ホーリーですね、しめじを使ってますね、しめじマツタケ、ブナシメジ、英語ではしめじマッシュルームですね。ちょっとね、話が取れますが、これでコロッケの方がいきますね。おーめっちゃいいトマトソース、オーロラソース、醤油クレームかけた、はい、3種類かかってますね。はい、だいぶ早いでしょ。はい、そしてかっこよくね、いいですね、かっこよくね、おー、ね、最後、おー、重い、おー、イエーイ、はい、ここまで混ぜていきましょう。はい、じゃあ、グラスソースいきますね。要望がない限り、グラスソースで味をつけましょう。これいっぱい、これ、60個ありますが、1人前、これいっぱい2人前ですね。大体 30cc ぐらいが1人前、11cc のオムライスことになってますね。ではこれ 片手で触れる最、僕の力ですね。片手で触れる最高の量ですね。4人分いきますよ、ね、これじゃないよ。ほっとかけばこれです。おー、いいくらいくら。はい、では方向ボタンで両手でいきますね。じゃあ OK、 おー、行きましょう。おー、いぐい何が起きてるの。はい、おいしく6やつやったんね、僕がプロデュースして作ってもらったりしますね。これをね、ゆっくりやるとこんな感じ、ね、ゆっくりやるときめの細かいスクランブルにならないので早くバカー。はい、では行きましょうか。トントントントロリンチョ、そしてオムレツ中央もトントントントロリンチョね。このまま飛ばしますね、元気よく飛ばします。それで、どうしても良かったな。一瞬やん。食べて美味しいキチキチオムライスね。フライングスペシャルの勝手につけた名前、シュンバカではオープンさせてもらいますよ。いいですか、オープン。パカーン。
ね、いい感じでしょ。表面はつるっとしてます。焼き色はつかないです。そしてクライマックスですね。胸の真ん中をね、端から端へカットしましょう。よろしいですか。はい、ね、こっち向けますね、はい、真ん中を端から端ですね。切れば落ちてくれます。さらにしっかりとデミグラスソースをかけますね。見た目しつこそうに見えるんですが、実はどっこいね、本当にあっさりと食べれますね。ラストに彩りパセリがかかってキチキチオムライス、見ておいしい、食べておいしいキチキチのオムライス、ぜひご賞味ください。ありがとうございます。料理は楽しく、ね、これでもそれにつきます。はい、どうぞ。今出たやつが減圧なんで中に入りますね。出たやつが今度一緒に入ります。もともとあれですか、フレンチしてたんですか、そのオムライス。フレンチ、もう商売するのが先決やから、フレンチなんか追いかけたらもうそんなのも見せていい。18でこの道に入って23年生だったから、うん、もともとオムレツの最初から量です。そうなんですね。3ヶ月でもう完璧に、まあ一応負け。